の十字架の月。景色が変わった？いいえ、私たちが転送された。ハイペリオンとの通信が中断しました。現在位置を把握できません。悪役が退場する時間だ。まずはそうね、その変な髪型の小娘からだ。それから十字架の小娘、そして最後に私の半身よ。私とお前だけでこの舞台で途中になった儀式を終わらせよう。さあ、私に見せてみなさい、虫けらがもがく姿を。メイ、ブローニャ、立ち位置を確認して。戦闘準備を整えて行くわよ。思い通りにはさせないわ。この戦いに勝つのは私たちよ。シビのくせに意外とやるね。その目からあいつに対する心配、大切にしている気持ち、そしてたくさんの申し訳なさが見える。ああ、思い出した。昔眠る前にもそのような目を。目の主は無邪気にも私を助けようと手を差し出した。私のことを知りもしないのに助けられると思っていた。助けられるわけもない。あがないと救済に酔いしれちゃった。あの時のお前と今のお前、何も変わってないではないか。そうね、分かっているわ。これで捕まえたわ。やっと射程範囲に入ったわね。また鎖、何度同じことをしたら気が済む。今回は同じではありません。エデンの星、第一出力定格、最大出力解放。逃がさないわよ。制約の十字架が捉えた以上、たとえ死んでも離さないわよ。あら、そう、そんな古いおもちゃが本当に私に効くと思っているのか。何？小賢しい真似が成功したと思ったか、勝利が見えたか、希望が生まれたと感じたか。素晴らしい舞台にはヒヤリとさせる場面がある。いい演出を見させてもらったわ。生きたいという意志、未来への希望、全力で全てを守ろうとする思い、そして
そのすべてが私を前に意味をなさない。お前たちの存在に価値などない。報告します。強烈なエネルギー反応を感知しました。波長がセレニティジェムのデータと完全に一致しています。セレニティジェム、いや待て、やはり最初からあったのか。律者の意識を呼び覚ます媒体として最初からキアナの体内に埋め込んでいたのか。ふん、正確な十字架の使い道、私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。